リー・ハーベイ・オズワルドは、アメリカ合衆国ケネディ大統領暗殺事件の、実行犯とされている人物。アレック・ジェイ・ハイデルあるいは、OH ・リーとの別名も使用していた。ルイジアナ州ニューオーリンズ生まれ。逮捕直後に、ジャックル・ビーによって暗殺される。ニューオーリンズで生まれ育つ。父親はオズワルドが生まれる前に死亡しており、おじのチャールズ・マレットに幼児期から。 思春期の生活を見てもらっていた。マレットはカルロス・マルセロの組織の人間でもあった。兄弟と共に母親に育てられ、成績は平均的。年少期はスパイドラマが好きだった。投稿拒否の経験がある。兄ロバートが海兵隊に入隊した時、オズワルドは民間航空パトロールに参加していた。この頃からロシアの新聞を購読し始める。 海兵隊時代のオズワルド17歳で、海兵隊に入隊したオズワルドは、公務の一環としてロシア語を専門的に勉強した。1957年から翌1958年、日本の厚木基地に勤務し、航空管制官を務めた。その頃の月給は85ドル以下だったという。軍病院によると、性感染症を職務の一環で患っていた。この頃、 同僚殺害の容疑をかけられたことがあるほか、銃の不法所持及び発射の罪状で、軍法会議において、有罪判決を受けている。講述するソビエト連邦への亡命時、厚木基地勤務時代に得た、ロッキード誘通偵察機の機密情報を、ソ連当局に提供し、この情報がもとで、1960年5月1日に、ソビエト上空で、偵察飛行を行っていた。 同景気が撃墜されたのではないかとする説がある。射撃の名手説オズワルドが使用したとされるライフル銃、カルカのアメリカ海兵隊には、特級いて1級いて2級いての資格が存在する。オズワルドは、海兵隊在籍中の1956年12月に、1級いての資格に必要な特典をかろうじて上回った。しかしながら、1959年5月には、 二級位手の資格に必要な得点はなんとかクリアしたが、一級位手の資格に必要な得点にはほど遠い成績であった。そのため、オズワルドがライフルで彼が証言した位置から移動するケネディを正確に素早く狙撃したという説に対し、一部の会議論者は疑問を呈している。ケネディの狙撃時、オズワルドは自前のマンリヒャーカルのライフルに通販で 同時購入した 4X18 倍率の日本製スコープを使用したとされている。この銃では、狙撃のエキスパートによる実験では、成功例もあるが、オズワルドに、それが可能であったかどうかは判定できない。厚木地勤務時代にロシア語を学んでいたオズワルドは、除隊後の1959年、ソビエト連邦に旅行し、そのまま亡命した。アメリカのスパイとして疑われ、 追放されることを避けるために自殺を試みたという。その後ソ連当局はオズワルドにミンスクでの生活を許可した。彼はテレビ工場で働き、ソ連人女性マリーナと結婚した。マリーナとの間にジュンリー・オズワルドとオードリー・マリーナ・レーチェル・オズワルドの2人の娘がいる。ソ連時代のオズワルドは自身をマルクス主義者であると主張し、 中モスクはアメリカ大使館にパスポートを返却して、アメリカ市民権を放棄しようとしたが、大使館員の説得を受けてそのまま帰宅した。この試みについては、ソ連から国家機密を盗み出すための CIA の工作説や、その後の情報活動のために、共産主義進歩を装うためであったといった説がある。オズワルドは、その後考えを変え、 マリーナと娘を連れて1962年にアメリカへ帰国した。入国許可が降りるまでに6ヶ月間を要したが、亡命し、軍事機密を引き渡した疑いのある人物にも、かかわらず、オズワルドの帰国をアメリカ合衆国連邦政府は許可した。仮想的国の国民であった妻子の入国も許可された。オズワルドは帰国後、ダラス近くのフォートワースに居住し、 コーヒー会社で働いた。1963年の春から夏にかけては、おじのダッツマレットが運営するニューオーリンズの競馬賭学事業で、掛金徴収人として働いた。3月にはカルカノのカービン銃を、英敗出るという偽名で購入している。1963年4月10日には、反響主義者として知られたエドウィン・ウォーカー将軍を狙撃したとされる。オズワルドは、 ニューオーリンズに今日移し、ピデル・カストロの支援団体、キューバ公平委員会に参加、ビラ配布の際に逮捕されている。1963年9月27日には、メキシコに赴き、ソ連大使館とキューバ大使館を訪問した。オズワルドがソ連大使館で面会した二人の大使館員は、KGB の工作員であったとされる。この頃には、 ロシア人ズママリーナとの結婚生活はほとんど破綻しており、彼女は友人ルース・ペインタクに身を寄せていた。オズワルドはその上、仕事もなく無一文だった。その後、デイビッド・フェリー、ガイ、バニスターといった反カストロ派の活動家と頻繁に会うようになる。しかし一方で、オズワルドはカストロ支持者として活動するなど矛盾した行動を取った。 銃撃される瞬間1963年10月半ば、オズワルドはテキサス教科書倉庫に就職した。翌月の11月22日、ジョン・ F ・ケネディ大統領が遊説のためダラスを訪れる。ウォーレン委員会の報告書では、1963年11月22日午後0時30分頃オズワルドが働いていたテキサス州ダラスの教科書。 倉庫ビル6階の窓から狙撃し、ケネディ大統領を暗殺したと発表している。事件発生直後、2階の食堂で食事をしている。ところを同ビルの従業員に目撃されており、また巡回中の警察官にも確認されている。警察官が管理人にオズワルドのことを尋ねると、ここで働いていると答えた。その後、建物を出たオズワルドは、職務質問を行ってきた。 j d ピット t t 巡査を殺害、その後入り込んだテキサス劇場で警察官殺害容疑で逮捕されている。オズワルドは逮捕直後から記者団の前で過去の亡命につけ込まれた、自分ははめられた、身代わりと主張し、また弁護士不在についても異議を唱えている。記者に顔の傷のことを問われると取り調べ中に警官に殴られたと語っている。なお、 ダラス警察のジェッシー・カリー本部長は交流中のインタビューで、取り調べ中のオズワルドの様子について非常に欧平な態度、犯行は全面否認しているが、彼が間違いなく犯人と信じているとコメントしているが、交流中の尋問調書などはなぜか全く残っていない。 逮捕から2日後の11月24日午前11時20分頃、ダラス警察の地下駐車場で、軍刑務所へ移送される車に乗る直前に、ジャックルビーによって銃撃された。すぐに、救急車で、パークランド記念病院へ搬送されたが救命できず、警察は同日午後1時7分に死亡したと発表した。暗殺事件前後に、オズワルドを自称する者が、 複数目撃されたという証言や、狙撃時のオズワルドの所在について、教科書倉庫ビル2階の食堂で昼食をとっていた姿を目撃した証言もあるなど、オズワルドは実行犯ではなく、身代わりとして行動したと主張する論者が多数存在する。マフィアとの関係が指摘されるルビーがなぜ容易に警察署に入ることができたのかという疑問や、 ルビーがオズワルドを暗殺した理由が不可解であること。オズワルドとルビーの間には共通の知人が何人もいたこと。さらに二人が顔見知りであったという証言もあるなど、暗殺の実行犯はオズワルドではない、あるいは単独犯ではないという説は、未だ根強い。オズワルドの母親のマーゲリート・オズワルドは、マルセロの運転手兼ボディーガードを務めたことのあるサム。 テルミネという男や他にも暗黒外の男と親しく付き合っていたという。しかしながら、ウォーレン委員会の性明によると、様々な物的証拠を検証すると、オズワルド単独犯で説明がつくと結論されている。ありがとうございます。